エマニュエル・アギエマンバドゥは、ガーナ・ブロング・アハ・ホシュベレクム出身の元サッカー選手。兄弟のナナ・アギエマンバドゥもサッカー選手でアサんってことこ、SC でプレーしている。ポジションはミッドフィルダー。地元のベルリン FC でキャリアを始め、ベレクム・アーセナルへ移籍し、2007年5月21日に、ガーナ・プレミアリーグのオールスターチームに選ばれた。ベレクム。 a レクレアティ r t i 2 0 0 8年7月11日、アサンテコトコ SC へ1年間のレンタル移籍をすると、同年8月にはイングランドへ渡りミドルズブラ FC、3ヶ月後に、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC のトライアルを受けた。2009年4月16日、ベルリン FC から6ヶ月間の契約で、レクレア t i ボエ l バイレンタル移籍をした。この移籍に関して、ロイターは、 ベルリン FC の公式をソースとし、レンタル料3万ユーロで加入したと報じ、一方で AP 通信は、基本のローン期間は2009年夏の移籍市場が開始するまでで、さらにオプションで2012年6月30日まで契約できると報じた。2009年9月中に、レクレアティーボとの契約は終わり、アサンテコとこへ戻っていった。 ウディネーゼ2009年11月に BBC とスカイスポーツは2010年1月にセリエ A のウディネーゼカルチョと契約を結ぶことを報じ2010年1月28日にウディネーゼはベルリン FC から完全移籍で加入したことを公式発表した2月12日の AC ミラン戦のためトップチームに初招集されるも試合に出場することはなく しばらく同様の状態が続いた後、3月28日のアッコフ・フィオレンティーナ戦にパオロ・サン・マルコと交代でデビューした。2011から12シーズン開幕前に玉半インデルがチームを去ったため、UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、プレイオフのアーセナル FC 戦で先発出場し、新たに導入された4から1から4から1及び、 4から4から1から1のフォーメーションで、攻撃的 MF のジャンピエロピンチと同胞のクワドー・アサモアと共に中盤を支えた。ユース時代は、U-20 及び U-23 でプレーした。2009年1月1日にアフリカユース選手権、ルワンダ大会に向け招集され、同年のエジプトで開催する 2009FIFAU-20 ワールドカップにも出場した。この大会では、 2009年10月16日に行われたブラジルとの決勝戦の PK 戦で試合を終わらせる最後の PK を決め、ガーナ市場にしてアフリカの国として初優勝をした。A 代表としては2008年5月22日に初招集され、6月8日のレソート戦で初出場を記録。2009年のアフリカネーションズチャンピオンシップコートジボワール大会のメンバーに選出。 2011年6月の今後共和国戦で初得点を決めた。アフリカネーションズカップ2012のギニア戦での得点が評価され、同年のフィファプスカ首相の候補に選出された。ありがとうございます。